はい、あと僕がね松本人志さんのことについていろいろと話している件について、まあ、昨日、松本人志さんに対する批判をやめますと言ったところ、まあ、かなりの、まあ、低評価がついてるんですけども、あの全然松本人志さんをこれ以上責める必要性はないという判断をしています。もうこれ以上のもう世の中がどん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 松本人志さんを今追い込んでるような状態で、まあ、追い込んだら僕がかなり先頭に切って文春の記事は正しいと言ってやったんですけど、でその結果松本人志さんはもう吉本興業からもテレビ局からも見放されているという状況なので、これ以上彼を責めるのは個人的な攻撃になるということでやめるに過ぎないわけで、もし松本さんとまた吉本興業が仲良くなるようなことがあれば、もうあそこ完全に分裂してますので、そこはまた復活する可能性はありますけど、その可能性というのはもう極めて、低いと思っていますので、まあ、いわゆる松本人志さんはもうテレビには出れないと、ということはもうほぼ確定なので、宮迫さんのように、YouTube で活動の場がそっちに移るしかない、あるいは島田紳助さんのように、あ、ごめんなさい、あの完全に引退されるかのどちらかだと思いますの で、私としてはテレビと戦っていますので、松本さんがテレビから、まあ、見放された状態ですので、松本さんをこちら側に入れることが目的ですので、松本さんの批判をやめたというのはそういうことでありますので、簡単にお話をさせていただきました。こちらからは以上です。ご質問あればどうぞ。もう一点だけ、立花さんにお伺いしたいんですけども、昨日だったと思うんですけど、まあ週刊文春誌の報道があってから松本さんのことを、まあ、結構松本さんの問題って結構その一般でなんかテレビとか触れられてる方はあんまりよく分かるようで分からないと思うんですけども、はい、立花さんは結構こうでっていう感じで、まあ、記者会見するべきだとかいうようなことを、まあ、おっしゃって、まあ、結構先頭に立って松本さんのことを、まあ、攻撃って言うとあれですけど、まあ、批判をしていましたが、はい、ちょっと昨日になって辞めますということで、まあ、その矛先をちょっと緩めたという感じで、まあ、先ほど説明でレビューには出られないみたいな理由でそういうことで辞めたと思うんですが、はい、今後その松本さんがなんでテレビに出られないのかというような、一般の方ってあまりよくわからないと思うんですけど、松本さんが今後どうなるかっていう、立花さんの見立てと、こちら側に引き込みたい、入れたいというような、どういうことを考えていらっしゃるのかということをちょっと教えていただければと思います。はい、ありがとうございます。そもそもスポンサーの立ち位置っていうか、いわゆる企業さんの方が今まではテレビにどちらかというとすり寄っていたんですね、いわゆるテレビで CM をしてもらうためには電通と仲良くしてテレビ局に訪問をすらないと、その大手の企業はテレビに CM を出してもらうことが結構大変な立場であったと。ところがそこに Google 社が出てきて YouTube っていうのが出てきたためにですね、テレビでわざわざ CM してもらわなくても YouTube に持っていけばいいということで、まずそのスポンサー側がですね結構強気にいけるようになったというか、テレビ以外の媒体でができるっていうことがまず根底の違いだと。この5年ぐらい特にこの1年2年っていうスピードがすごく変わっているの で、そうすると企業側はテレビに求めてるのはやっぱりクリーンなものを求めてると、テレビっていうのは基本的には公平中立にしなきゃいけませんし、子供も見ていたりとか、どちらかというと自動的に家族で見ているといろんな情報が入ってくるので、子供が見てる前でねそういう性的な発言をしたりとか、やはり不倫は OK だみたいなことを言ってる人自体はやはりそういうそっちのメディアではもう受け入れられない人なんですよね。ただこれまでは松本人志さんはそういうことを言ってるけどもやってないだろうというだろうというのがあると思うんですね。で一方で相方の浜ちゃんは逆に不倫とか言われてたんですけど、そんなに女性から恨まれてる不倫ではなく奥さんもそれを許容してるっていうことがあって許されてきたと。で松本さんもそこは不倫をすることに関してはバレても問題ないだろうというのは文春のインタビューを聞いてても直撃インタビューを聞いてもそうなんですが、残念ながらそこでですねその浜ちゃんとの決定的な違いっていうのは女性に恨まれていたっていうことですね。それはやはりお金の問題なのか、その後の事後の仕事の手配とか、いずれにしてもケアの問題はあったんだろうと思います。で、文春の記事をよく読めば、これ橋下徹さんも解説されてましたけども、要は文春は
合意がなくエッチをしたっていうことについて断定してるわけじゃなくて、そういうことを言ってる被害者が女性がいますよっていうことを紹介していて、で一方の当事者の松本さんにもちゃんと取材をしてそれを載せてるので、あくまでも文春の中ではそういう被害を訴えてる人がいて松本さんはにも聞いてるので、まあ法律上の名誉毀損っていうのはなかなか裁判を松本さんがしても文春が勝つように書かれてるなっていうのは僕も最初からあれを読んでて、ですから、で裁判というのは別にその刑事裁判ではありませんので、民事裁判というのは請求を認めるか認めないかって判断するだけのことなんで、松本さんが強制的に性行為、いわゆるわいせつ、強制わいせつなことをしたかどうかが裁判で明らかになるかといったらそれもないんですよね。ただ、ポイントはそういう不特定多数の女性とそういう肉体関係を結んでいたかどうかっていうことについて、最初吉本興業はあれだけ否定をしたのに松本さんはそこを認めるようなツイートをしてしまったと。でその段階でもうテレビ局からは CM がもうダメですよと、もう年末から一部の CM 企業は松本さんの CM は出さないでくださいとなっていることでですね、僕はなぜあれ吉本興業とか松本さんおかしいって言ったのはかっていうと、文春からお宅様ところのタレント所属している松本人志さんがこういう女性に対して不適切な少なくとも不倫をしていますよっていう記事を書くんだけどもどうですかって言われて、事実無根ですと回答しているのがもう完全に今の企業の危機管理としては最悪なんですよね。松本に確認したところ事実無根と言ってます。ただし松本だけに確認して信用ができないので関係の松本の周りの身辺にも聞いてみますのでしばらくお時間をくださいというのが適切な企業の今危機管理対応だと、もうそれはもうすぐに分かりましたので、あこれはもう吉本隠してるなということで僕は攻撃に入ったんですけども、攻撃というかね松本さんを批判するようになったんですが、僕が批判したことによってすごい勢いでまあこれ燃えていったことで、もう松本さんがワイドナショーに出ることについても、まあ、僕だけじゃないですけどいろんな人が批判してその姿勢もなくなったと。これがやはり昨年のジャニーズの問題であったり宝塚の問題であったり、まあすごいスピードでスポンサー側が反応するわけですよね。でもそういう意味では松本さんではなんていうか CM が取れない、スポンサーがついてこないということが明らかになったので、これも松本さんがテレビに出ることはもうほぼないと。まあ、普通に考えれば事実無根であれば笑いにできますよね。あの記事を読んでも文春バカじゃないのって、俺こんなホテル行ったことないよとか、行ったことあるけどこうこうこうでって赤裸々に語ればいいわけじゃないですか。ネタでできるわけですよね。これ文春訴えてもいいけど文春いくら取れるかなぐらいのネタでいけるんですけど、明らかにそういう女性とそういう行為があった、そこに同意があったかどうかっていうことを松本さんは争点にしようとしてるんでしょうけども、裁判は確かにそれが争点になるでしょう。ただ一方で世の中のというか特にテレビが求めているラインっていうのは松本さんがやっぱり不特定多数の人と不倫をしているかどうかがポイントになってきますので、まあ、そういう意味ではもうそれが認められてしまった時点では松本さんのテレビ復帰はないだろうと。で昔は全然それで良かったんですよね。その良かったっていうのは横山康史さんなんかもそういう最たる例でね、酒と女と博打だ言ってやってた人が吉本にいてそれがテレビにバーッと取り上げてたわけですよね。でやっぱり島田紳助さんの時にちょっとやっぱり怪しい人は排除するっていう動きがあって、で今に至ってるわけですね。でそこで記者会見もされないってなればですね、これはもうどうしようもできないと。ただ松本さんは言いたいことがあることは間違いないので必ず YouTube でお話しされると僕は確信をしていますけれども、まあ、その時に YouTube は逆に松本さんを求めてるんですよね。でもそれは松本さんを求めてるというのは結局国民が彼の笑いを求めていて彼の芸術家としての才能を求めていて、でお金を出すのを結局はスポンサーが出すのも間違いないんですよね。 YouTube 結局はテレビに出した広告費を YouTube に出すってことになるので、だからテレビが松本さんに求めているクリーンなものが松本さんの今の状況では合わないので、松本さん必ず YouTube に来てそちらの方でこれからも芸人としてやっていかれるんだろうなと確信をしているので、これ以上叩くのをやめたということですね。だからやっぱり吉本興業にしてもテレビにしてもそのクリーンなイメージでやっていくっていうのはやっぱり限界があると思いますので、これからまあテレビに依存している
事務所は芸能事務所っていうのはどんどん衰退していくんだろうなっていう、そんな感じで今、まあ、僕はずっと予想が当たってきていますの で僕はあの松本さんがひょっとしたら本当犯罪になるようなことされてるのかなと思ってたんですね。で文春の第二弾見たらどっちかって1段目よりもちょっとマイルドになってるんですよ。でこれはもうそっちの刑事事件は出てこないなっていうのは逆に確信をしましたので、松本さんは刑事で問われることがないということなので、まあ、それでこれ以上叩く必要性はないと思ってます。ざっくりそんな感じです。立花さんにお聞きしたいんですけど、その、はい、まあ、松本人志さんのことについて、その最初のその立花さんの YouTube を見てて、まあ、数日で、人生が明日の形でちょっと個人的には炎上した後良かったなと安心はしてたんですが、最初の見立てなんですけども、刑事的なその犯罪を犯している見立てだったんですよ、立花さん自身が。ああ、話の内容がなんかソフトになって、まあ、文春の第2弾も全然なんか柔らかい感じになったんで、本当にその見立てが違くてそういう風になって話が変わったのかなっていう感じはしたんですけど。いや、だから、初動が松本さんめちゃくちゃ悪かった。松本さんと、まあ、最初はもちろん吉本もそれに、一緒にやってたとは思うんですよね。それが悪くて、これはもう、吉本松本さん側に勝ち目がないなと思ったんで、僕はもう言い切ったんですよね。はっきり言うとこれはもう、特に文春の武田君、編集長武田君もよく知ってますので、で振り切ったんですよね。で、まあ、ただその松本さんのコメントをよく見ていればわかるんですが、1週目の方ですよね。だから別に不倫することは好きに書いてくれとはっきり言ってるんですね。でも同意がなかったことってちょっとそれは待ってよって言ってるわけですよね。だからそのまあ明らかに性犯罪をしている人とか、まあ、未成年の可能性はあったんですけど、まあ分身の聞き方も未成年というような言い方をしているわけじゃないので、さあどうなのかなというふうに見ていたんですよ。まあ、最初とにかく叩かないとその燃えないわけですよね。で僕が最初に叩いた頃っていうのはまだ松本さん4半めちゃくちゃいたわけですよね。でしかもあの A 子さんの LINE のスクショが出て、ほら立花お前間違ってるやろみたいな世論が出来上がったんですね。百田直樹さんがそんなことをおっしゃってましたけど、まあ、僕あれを見てバカじゃないのと思って、そんなの文春全部チェックしてるに決まってるじゃんと思って、世の中の人もそうだし松本さんもそのレベルなんだとはすごく思ったんで、さらに僕は強気で言ったわけですよね。まあ、それはもう当然のことですよね。見てるに決まってるじゃないですかね。特に文脈がおかしいんで大丈夫かって言って素敵な夜ありがとうございましたっていうのも明らかに合ってないから、あれはすぐに分かるんですけど、世の中の人はああいうのが読解できないんだなと思って、松本が悪いですよって言い続けたところ、まだ僕だからワイドナショーに出るっていうことを松本さんがツイートして、それをフジテレビが認めたっていうのを朝日新聞が書いてるのを見て驚いたんですね。出すのと思って、ありえないよねと思ったら、やっぱりそれが一日もしないうちに覆ったというところで、まあ、すごいスピードで松本さんを守ろうとしていた事務所がありました。でも松本さんが会見をすることを拒んだ、まあ、判断しなかった、すごいスピードでスポンサーが離れていった、でもうまあ、今に至ってるっていうことなんで、まあ、まあ予想通りですね。だからそういう意味では刑事事件は最初本当に記者会見をしなかったんで刑事事件あるなと思ったんですけど、まあ、そういうことではなく戦略的に松本さんがやりたいことと吉本興業がやりたいことが、まあ、違ったから記者会見してないんでしょう。でもこれは必ず松本さんはもう自分のその身にかかった疑いを晴らしたいので田村健二さんのように何らかの場所で言うでしょう。それがどこでってなるとやっぱり YouTube が一番やりやすいと見てますけど、健さんも YouTube 上でアメリカからすぐ、まあ YouTube 田村健さんがラジオですよ、ね、ラジオです、うん、あれは公共の電波一応使ってるのかな、どこのラジオかちょっとわからないですけど、まあ全然そのああいう感じで言うんだったらいいと思いますけどね、はい、ありがとうございます。まあもうテレビはもう完全に、ね、ここで放送法4条の4号が発動してしまって松本さん出せないということになったんで、まあ、記者会見をするか YouTube で弁明かってなると、とりあえず YouTube から入るんだろうなと。